はい、皆さんこんにちは。ワンダリグルビージです。では今回はスプリームルーラー2020続きをプレイしていきたいと思います。で、このスプリームルーラーもお久しぶりになってしまうんですが、一応ですね、対中国戦を睨んで、中国包囲網を引きつつ、依然として、中国との国力の差はいかんともしがたいものがあるので、それを埋めるべく内戦に勤しむというところだったかなというふうに思います。では今回はその続きからプレイしていきましょう。まずは各項目、相変わらず石油の赤字はもうどうにもならないというのは変わらずなので、あとは電力をマイナス761、これをうまく改善していって、消費物資の貿易、産業物資の貿易でプラスを最大化していくというのと、軍事物資の貿易もね、もうちょっとしっかりやっていければいいかなというふうに思っています。ではまず電力っていう意味で言うと、しっかりと電力をね、カバーしていきましょうか。まあ、石炭はね、どんどん作っていっても、まあまだいいかな。ただ石炭自体もね、もうこれ以上大きく輸入を増やしたり減らしたりっていうことはできないので、そうなるとやっぱり石炭よりかは石油以外の物資を使った電力の確保をしていく必要があるかなというところなんですよね。まあ、この辺りは原子力の発電所が完成してきたら少し状況が好転してくれるかなというのをちょっと狙っていくしかないですかね。で、あと軍事物資ですね。でも相変わらず中国、ロシア、韓国は三つどもえの戦いをしてますけど、ここにね、いきなり参戦していくのはきついので、できれば中国の方から宣戦布告してきてくれると我々としては戦いやすい。外交の申し出ですね。ザンビアから産業物資1593トン、まあ、これは全然いいでしょう。問題は電力だね、電力。電力のマイナスがちょっと大きくなってきてるんで、電力のマイナスをなんとか補填してあげなきゃいけないかなというところですね。で、研究項目は、まあ、ご覧のように画面の左下の方に入れてますが、もうこれらをしっかり入れつつ、まあ、将来的に戦争を見据えた戦い、研究を取捨選択していく必要があるかなと思います。で、今研究施設は9個あるうちの18個も研究の町が発生している状態なので、ここにね、今すぐ手を入れるというところはないかなと思ってます。
正式同盟か。アフリカとの正式同盟は特にマイナス点はないですね。で、ナイジェリア。これも正式同盟か。アフリカ諸国がここに来て、日本に対して同盟を相次いで申し入れしてきている理由は何だ？今、戦争が起きているのは、この東アジアだけですよね。あとはこの辺りか。インド。インドもパキスタンと今戦争中っていう感じかな。そうですね、パキスタンですね。ナイジェリアとかね、南アフリカ諸国は特に戦争中ではなさそうですが、我々に正式同盟を申し入れてくるということは、何かしら見返りがありそうなもんですけどね。パキスタンとインドは多方面で戦争中ですね。これね、中国軍に対してもうちょっと戦争を仕掛けてくれる国が増えてくれると、我々としても仕掛けやすくはなるんですけどね。北朝鮮との戦いの最中にはアメリカ軍は助けに来なかったですからね。もし中国に侵攻をかけるんであれば、朝鮮半島からもちろん軍を進めていくんですが、そうなると最初の目標は大連になるかな。マカオ、この辺りが欲しいよな。遊びに行くには香港、マカオ楽しいですからね。ただここ中国軍の巡視船クラスがこれでもかというほどうようよしてるな。もし戦争を仕掛けるんだったら、中国軍が韓国軍との戦いで最も消耗したタイミングで侵攻をかけていきたいですよね。
ノルウェーからは石油をくれると。で、お金が273。まあ、石油はもらっといて損はないので、もらっときましょう。まあ、買うんですけどね、もらうといって。さて、貿易だな、貿易。電力をどうカバーしていくか。もうちょっと作っておく。とはいえ、もうウランも取れないですからね。まあ、やっぱり一番痛いのは石油だな。でも、今67,849メガダラーかな、あるこの財政をまず10万までは持っていきたいですよね。中国軍とまともにやり合うってことを考えると。あとは、味方の部隊は、ことごとく、朝鮮半島に入れておきたいな。ではそろそろ本土にいる部隊を、朝鮮半島平壌を占領しているので、平壌周辺に集結させていきましょうか。まあ、ついに中国軍との戦端を開くという意味では。それなりの数というか、それこそ日本が誇る全兵力を投入しても足りないぐらいなはずですからね。オマーンからも正式同盟か。なんかアフリカの方がきな臭い感じがしてしょうがない。
今、日本本土にいた部隊、残っていた部隊も、続々と朝鮮半島に渡るための準備ということで、海上輸送の命令を先ほど出してますので、これが終わるまではしばらくは静観になります。で、その後なんですが、平壌から部隊を出撃させていって、韓国と共同に、ことに当たるということになると思うんですけど、韓国がどちらかというと北上しているのに対して、我々は精進していきましょう。で、上海ぐらいまでなんとかね、抑えていきたいかなと思ってます。北京とかっていうよりも、やっぱ経済の中心は上海ってイメージありますからね、中国は。実際のところはどうか、ごめんなさい、恥ずかしながら勉強不足でわからないんですが。もう韓国とは一蓮托生、切っても切り離せない仲ということになってしまったので、そうなってしまった以上はもう対中国戦を睨んだ作戦行動に入りましょう。で、韓国軍本当によく頑張っていて、中国との国境はもう接しない状態になりましたね、我が国としては。もうここに謎の3部隊が残ってますけど。できれば電力は貿易赤字をプラマイゼロぐらいまでできるんだったらプラスにしたいぐらいなんで、ウランの輸入が増えたとしても電力を輸出してそれをカバーできるんだったら、これは原子力を大増強していきましょうか。パナマか。パナマか。いや、これ本当に同盟国だいぶ増えたんじゃないかな。ただ、アフリカとかね、結局その対中国戦ということで、中国と戦争になった時に直に助けてくれる国々かというとちょっと微妙だからな。やっぱりそうなると、インド、パキスタン、ベトナム、ラオス、この辺りになりますよね。じゃあ、ベトナム、ラオス、タイ、インド、この辺りの国々との外交状況をもう一度確認しておきましょう。タイとは、今だと、正式同盟かつ相互防衛条約、提供済みですね。これは本当に心強しと。というところで、ベトナムも正式、さらに相互防衛入れてます。台湾とも同じように入れてますね。で、他ベトナム、ラオスですよね、中国と国境を接しているところという意味では。ラオスとは正式相互防衛入ってますね。ベトナムは下の方かな、 V なんで。ベトナムとも同じく入れてますね。じゃあインドはと。インドがね、中国に次ぐ大勢力になってるはずなので、インドとも同じく入ってますね。これだったら中国と殴り合ってもなんとかなるかなっていう感じかな。相互防衛がちゃんと機能すればの話ですが、
もうでもこれで本当にほとんどの部隊が朝鮮半島に渡りきったかな、あと 2,3 部隊っていうところですかね、渡りきっていない部隊があるとすれば。さあ、ではちょっとね、時間も短くなりましたので、一旦これで終わりにして、次回、体制が整えば、本当に中国との開戦というのも、やっていければいいかなというふうに思います。はい。というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひ、チャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で、動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。